こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に捕捉できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南昌だということができるだろう。055型駆逐艦南昌は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トン止めされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦南昌は全長が 182.6m、 全幅が 20.9m、 ガスタービン機関4機で最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46m、全幅が 16.76m、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0m、全幅 21.0m、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に近未来的な設計を取り入れ、それゆえに建造費の高騰と実用面の兼ね合いから、わずか3隻の建造で終了されたのとは大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に、同国が建造を進める国産の航空母艦の、空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版の、イージスシステムといえるレーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものと見られており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対戦哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦南昌の実戦配備で、この脅威の度合いは、
飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から見送られていた新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は、艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も、艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに、艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは、055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型、混迷級駆逐艦と比して、最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能ないわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的にはこの対策は、既存の兵器分野では戦闘機への長射程の空対艦ミサイルの装備か潜水艦隊のさらなる増強が現時点で行い得る実効的な対策ではないかと考える。 F-35 ライトニング2戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発はまだまだ時間を要すると見られるので、 F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせてようやく海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊では、これに対艦ミサイルを実装することも、視野に入れてほしいところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ついにパクった中国空軍 J31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F-35 に似ているタダエンジン2を単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側もそこまでの技術はなかったのか J31 戦闘機が。表に現れるのが遅すぎている。遅れれば。無論、日本も F-35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし、開発が遅れている状況だっただが、量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは、そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機ともっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう？というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか、J-31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は一人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし、J31 の開発が、スケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに
初期作戦能力、IOC イニシャル、オペレーシオーナル、キャップアビリティを、2025年までに、完全戦闘能力、FOC フル、オペレーシオーナル、キャップアビリティを、獲得する予定ですから、中国は、アメリカの次に、2機種のステルス戦闘機実用化に、成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。と言っても、中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は、短座型の双発戦闘機です。アビエーション、ウィークが画像から、試算した推定値によると、基本的なスペックは、全長が 16.9M、全幅は 11.5M、最大離陸重量28トンとされます。最高速度は、マッハ 1.8、兵器の搭載量は、機内が2トン、機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。外部に、造装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の旋回角に当たる J20 戦闘機より、一回り以上小型化していますし、重量も10トン以上軽い仕様になっています。J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている。英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、J31 の開発目的は F35 と同じように、海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在、ネット通販大手のアリババグループに、買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有の、J8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないかという予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると、肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず、状態でジレンマを感じることでしょう。中国には大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は何とも対処に困る存在のようですね。
要するに J31 戦闘機は中国にとっては、ステルス戦闘機としては、いまいちな航空機で、それを補強するために、大切なステルスを犠牲にしなければならないという、本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら、購入価格が J31 より安い J10 戦闘機、ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F-35 戦闘機を調達することはできません。となると、J10 に目を向けることは、魅力的な選択肢の一つであることには、変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。中国空軍の指定色に塗装された J31 戦闘機の登場が、果たして、本当に、量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているように、いろいろと瑕疵のある。J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか、注目されるところです。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国大統領選も終焉となり、バイデン大統領の誕生での対中政策の行方が注視されている中、台湾海峡を年末、米駆逐艦2隻が通過、抑止力を上げるため行動を起こした。台中の睨み合いが続く中、台湾海峡通過、今回もう少し、詳しく見ていきます。裏には、香港問題が大きく引き金を引いているとはね。2020年末日、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、カーティス・ウィーバーと同6番艦の、ジョン・S・マケインが揃って、台湾海峡を通過したと報じられた。これは、両艦が所属する横須賀に、拠点を置く第7艦隊が公式に、発表したものであり、これまでも、同様の内容で実施されている。アメリカ海軍の航海の自由作戦の一環だとみなされる。アメリカは、こうした行動を国際法に準拠した行動であるとの立場を示しているが、中国は、東シナ海や南シナ海、そして自国の一部と主張する。台湾周辺海域でのこれらの行為に、例によって反発している。アメリカ海軍の
航海の自由作戦は、このところ複数都市継続されており、もはや、累計で、どれだけの数が、この活動を行った、かすら指摘しづらいが、2019年には、フランス海軍艦艇も、同様の行動をしている。この2021年には、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを、中心とする空母打撃群が、極東方面に、長期間派遣されることも決定しており、こうした傾向は、ますます強化される方向に向かうと思われる。ただし、中国海軍は、異常な速度で、艦艇や航空機、地対艦ミサイルの配備を、強化しているため、かつての台湾海峡危機のようにアメリカ海軍が、大型航空母艦を差し向ければ抗えなかった頃とは同一視できない。アメリカの軍事関係者の中にも、東シナ海や南シナ海、そしてこの、台湾海峡でのアメリカ軍の中国軍に対する軍事的優位性は低下していると、見る向きは多く、局地戦では不利という憶測すらも出てきている。中国海軍は国産の航空母艦の建造に呼応するかのように新型の055型駆逐艦を2020年からすでに2隻就役させており、今後も合計で10隻以上を投入してくるのではないかとの見方が有力だ。055型駆逐艦は、MyQ052型より、さらに大型化され、満載排水量12000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの船体に、中華製のイージスと、呼ばれるセンサーレーダー類と兵器システムを搭載している。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のカーティス、ウィーバーとジョン・S・マケインは同じくフライト1型と呼称される同駆逐艦の最初期のモデルの艦艇である。その仕様は満載排水量8850トン。全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルであり、満載排水量で見た場合、中国の055型の約 73% の容積と小型であることは間違いがない。この大きさの違いは、主兵装である VLS 数の違いに現れており、アーレイバーク級フライト1型が合計90セルであることに比べ、055型は112セルと2割以上も多い火力を備えている。ただし、アーレイバーク級も最新のフライト IIA 型では若干船体を大型化していることもあり、VLS も同様に96セルまで拡張されており、これは海上自衛隊の最新鋭のマヤ型護衛艦と同数である。そもそも、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦1番艦の就役は1991年まで遡り、ここから数えれば、すでに30年を経過した、かなり設計自体から時間を経過してしまった艦艇だと言わざるを得ない。この後にアメリカ海軍は新機軸を満載したズムボルト級駆逐艦を建造するが、あまりに先進的に過ぎたそのパッケージの実現は困難を極め、建造費用の高騰もあってわずか3隻の生産で打ち切られた。ズムボルト級駆逐艦は、高度なステルス性の追求や手法など随所に従来艦を超える能力を持たせようとした意欲的な艦ではあったが、それゆえに兵器に求められる無難さ、安定感を著しく欠いてしまった。この失敗は、世界で
最大の規模と実力を持つアメリカ海軍であっても、無、ビューではないことを知らしめたが、皮肉なのは、旧ソ連の崩壊で現実的な。進化の必要をなくした兵器がそれゆえに迷走した事実だろう。以降今度は、中国海軍の増強に直面することとなったアメリカ海軍は、2005年で一度休止していたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の新造。5年後の2010年度に再開し、今に至っている。こうした経緯からアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、息の長い艦艇と、なっているが、すでに、設計自体の旧式化は否めず、予算不足で、後継艦の構想は確定してはいないが、近年中には見えてくるだろう。予測としては、満載排水量で、約1万5000トンにも達したズムオルト級よりも、小型だが、アーレイバーク級の最終形であるフライト3の、同9700トンよりは大型化するとの見方が一般的だ。アメリカ海軍は、ズムオルト級の失敗から、兵装面でも現在の、延長線上にある技術を中心としたものを、新型駆逐艦では採用すると、見なされており、その意味でも、055型に近いスペックだと思われる。しかし、アメリカの新型駆逐艦は、日本にとっても、対岸の火事ではなく、これまで、アーレイバク級ミサイル駆逐艦をベースに、混合型護衛艦以降を建造してきただけに、非常に気になるところだ。こんにちは。ナビゲーターの東條麻香です。南シナ海での中国人工島問題は世界問題へと発展しています。では、何が起きているのか、人工島にまたまた地下軍事施設を作ってしまった中国。キャッチしたのは、衛星写真、実際の映像は初めて？では今回この、人工島に、地下基地に潜水艦が入港する様子を話していくね。また見つかるなんて。2020年。8月21日、アメリカのプラネットラブズ社が SNS 上にアップした画像が、中国海軍の093型潜水艦が地下基地へと進む直前の状態を撮影したものではないかとされて話題を集めた。多くのネットユーザーによって拡散された同写真は、中国の海南島にある油林、
海軍基地であると説明されており、衛星画像を扱う民間企業によって公表されたことが極めて稀なことだと見さされている。これが説明通りに中国海軍の093型潜水艦であれば、2018年1月に尖閣諸島の近海を潜航したまま航行、おそらく海上自衛隊艦艇や航空機の意味を受けて受け浮上し、国旗を掲揚したものと同型の艦だ。中国海軍のこの093型潜水艦は、原子力推進を採用した攻撃型の潜水艦であり、2006年の一番艦収益後、2020年までに全6隻が建造されているとみられ、中国の潜水艦として遠洋進出を先駆けた艦と言われる。093型潜水艦は、別名小級とも呼ばれている艦艇だが、ロシアのビクター III 型原子力潜水艦をベースに中国が建造したもので、特に初期型のものは潜水艦として必須の静粛性に難があると指摘されてきた。こうした点から海上自衛隊では中国海軍の潜水艦の股間ごとの音紋をすでに把握しているとも言われ、先の2018年1月のような追尾活動を遅滞なく行える体制が構築されていると見られている。一方で、093型潜水艦は、艦首に 533mm の6門の魚雷発射管を備えており、ここからは、最大射程が約 540km とも言われる対艦巡航ミサイルの発射も可能であり、アメリカ海軍の空母打撃群を牽制する役割を担う。海南島は、現在の中国の最大の面積を誇る島であり、日本で言うならば、九州のおよそ9割ほどの大きさで、別名、中国のハワイとも呼ばれ、リゾート地としても、その名を知られている島だ。同時に、南シナ海に位置する海南島は、中国海軍の重要拠点の一つでもあり、今回衛星写真に写されたという油林海軍基地は、着々と南シナ海進出を進める中国の水上艦艇と潜水艦に、必須の軍港となっている。ただ、中国海軍では、ここに潜水艦の基地を設けていることを、公にしているわけではなく、あくまで推察であるため、ことに今回の写真の出どころがアメリカの一民間企業であることがクローズアップされたものだ。それには、アメリカ側の情報収集力を誇示する狙いも含まれているとの見方も多く、中国としては、この写真について、今のところ何の反論もコメントも出しておらず、黙殺している状態だと言える。2020年5月には、衛星からではなく、アメリカ海軍の P-8A ポセイドン哨戒機が、海南島に接近して、偵察飛行を実施したことも明かされており、同等の、中国海軍の動きをアメリカも注視していることが伺えた。だが、実は、もっと遡れば、中国とアメリカは、海南島をめぐって、直接的な衝突をすでに引き起こしたことがあり、もし、仮に、これが今現在発生したとするならば、そのまま、米中の戦争にもつながりかねない事象だった。これは、2001年4月に発生した事故であり、この時、海南島上空に向けて飛行したのが
アメリカ海軍所属の EP-3E 電子偵察機で、これを同等に。近づけまいとする中国海軍の J8II 戦闘機が接触したものだ。この接触によって、中国海軍の J8II 戦闘機は墜落、乗組員は死亡し、アメリカ海軍の EP-3E 電子偵察機は、墜落こそ免れたものの、不時着し、機体は大破となり、米中双方に損害が発生する事故となった。さて現在に戻ると、実は、2020年5月に、アメリカ海軍の太平洋艦隊は、保有する稼働中の攻撃型原子力潜水艦のすべてを、南シナ海から西太平洋方面の海域に進出させることを公表するに至った。これは、新型コロナウイルスの渦中で、一時期、太平洋方面で活動可能な、空母打撃群が、セオドア・ルーズベルトの1ユニットの身となっていたことも影響したと思われ、中国の空母打撃群への対抗策とも言える。アメリカ海軍太平洋艦隊には、総数で25隻の攻撃型原子力潜水艦が所属しており、今回の作戦行動には少なくともそのうちの10隻以上の潜水艦が振り向けられるものと予想されていた。これはアメリカ海軍がこのところ駆逐艦や航空機を南シナ海に進出させる航海の自由作戦よりも、軍事的な打撃力が高い戦力の導入だと見られており、中国海軍の対戦能力を上回るものだろう。過分にして、この続報は耳にしていないが、同時にこれが解除されたとの報もないことから、現在も継続中なのではないかと考えられ、近年類を見ない規模の潜水艦作戦ということができそうだ。見た目に派手な航空母艦の派遣などと異なり、存在位置自体が軍事機密とされるアメリカの潜水艦の行動は今後も明らかにされることはないと思われるが、民間衛星に撮影された中国との違いを感じる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。
南シナ海での警護任務にクワッドタスが結成され、いよいよ対中包囲網が完成しつつある。そんな中、米国と同盟国の韓国は何やら不穏な動き、そして台湾の問題もあり、今建造中の台湾初自主建造潜水艦の情報も、今後米国大統領の動き次第では情報漏洩の可能性も。そんな中、こんな情報が中国では噂されていることをご存知だろうか。南シナ海に作っている人工島が爆破されるとの情報。今回はこの人工島について詳しく見ていきます。でも、あんな小さな島だったのに、今では小さな国と同じくらいになってない。中国系インターネットメディアのタタダシ新聞によると、2020年7月に、米国政府が中国による知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令したことに続いて、中国が実効支配を続けている南シナ海の干渉を埋め立てて作った。人工島などを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いと報じている。南シナ海は海運による物流量が世界全体の4分の1に当たるほどの海運物流の要所で、日本においてもアラブからの原油輸入における重要なシーレーンである。近年、この南シナ海においては中国が20世紀初頭に国内において定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張して、干渉を埋め立てて人工島を造成し軍事基地を建設したりするなどして、周辺の諸国との間で摩擦が大きくなっている。これに対して、米国は、中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張する当初の12海里内にイージス駆逐艦を航行させる。航行の自由作戦を展開、オーストラリア海軍などにも参加を促して、南シナ海における中国の海洋権益を認めない姿勢を見せ、ポンペオ国務長官も中国は恐喝に等しい行動を起こし、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害していると声明を出して非難している。九段線とは有事線、牛舌線とも呼ばれていて、1953年に南シナ海のスプラトリー諸島、中国名では南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権及び両諸島周辺の領海、排他的経済水域 EEZ、 大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国台湾が権利主張のために地図上に引いた断続する9つの破線のことで、2016年7月にフィリピンがオランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てた。裁判において法的根拠がないため国際法違反であると結論付けられた。この判決をよりどころとして、米国は中国の実効支配への動きに反発していて、2020年7月に中国の主張は違法であり、世界は中国が南シナ海を自国の領海とすることを認めないとのポンペオ国務長官が声明を発表していたのだった。ポンペオ長官の声明について、北京大米国研究センターの王勇主任は、米国が
11月の大統領選挙の前に南シナ海で武力を行使する可能性があると述べていて、ただし新聞はポンペオ国務長官による声明は、米国が南シナ海を奇襲するための法律的根拠を与えたものだと解釈している。香港サウスチャイナモーニングポストは、米軍が南シナ海にほぼ毎日複数の偵察機を送っているなどして、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行をこれまでにない回数と規模で実施していると報じた。ただし新聞によれば、米国が奇襲攻撃を仕掛けるとするならば、まずは中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島であろうと予想していて、その次の攻撃目標はスプラトリー諸島、南沙諸島になるとのこと。さらには中国が滑走路などの軍事施設を建設しているファイアリークロス礁、エーショ礁、ミスチーフ礁、ビズミ礁、スビ礁、渚壁礁などを攻撃して潰し、周辺暗礁もミサイルなどで破壊するであろうと予想している。そして最後には、中国が実効支配している環礁だけでなく、他国が領有権を主張している暗礁なども含めて、戦略爆撃機による爆撃で全てを消滅させて、南シナ海における領有権主張紛争を一気に解決するとしている。この報道に対して北京の外交筋では、奇襲攻撃の前にまずは米国から南シナ海の人工島に建設した軍事施設の撤去要求があるはずで、もし攻撃があるとすれば、その要求を中国が受け入れないか無視した場合であると語っている。その後結局、米国大統領選挙前には米軍による攻撃への動きはほとんど見られず、表立っていたのは空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのもので、ただし新聞による米中開戦予想は時期としては外れている。また、大統領選挙の結果として、共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権に移行中である現在、しばらくの間は米国がこの件で動くことはないと思われる。しかしながら、南シナ海には漁獲量豊富な漁場や石油、天然ガス資源が期待できることに加えて、先にも書いたように重要なシーレーンであるため、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどが中国と対立はこの先も収まることはなく、いずれは米中対立の構図がより鮮明になるものと思われるのである。この九段線をめぐる米国以外の各国の動きを紹介すると、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことから、ベトナムとフィリピンがパスポートの査証欄へのスタンプ捺印を拒否していて、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているほか、インドは中国との国境係争地域をインド領とするデザインの査証スタンプを作成して、中国のパスポートの九段線地図の上に押すなどの抗議を展開している。また、インドネシアは、マルディス外務大臣が、九段線は到底認められず、中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を
出すとともに、九段線に接するナトゥナ諸島における陸、海、空の軍備強化に勤めていて、その北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称して地図に記載している。香港問題なども注視している英国も最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣して中国を牽制するとともに、今後この海域においての活動を見込んで日本にも寄港して補給基地として利用が可能かどうかの調整をすると思われる。そのような状況下で中国人民解放軍が2020年8月に行った対艦弾道ミサイルの発射実験において、その標的として実際に船を標的として2発を命中させ撃沈していたことを消息筋が明らかにした。この弾道ミサイルは空母キラーと呼ばれている固地型のミサイルで、消息筋によると中国東部浙江省から固地 21D 射程距離 1500km を、西部青海省から固地 26B 4000km をそれぞれ1機ずつ発射し、どちらも航行させていた標的船に命中させたとしている。この固地は移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のあらゆる場所から発射することが可能であり、発射前の探知が極めて困難で、着弾前の撃墜は難しいとされている。この弾道ミサイルによる船舶攻撃実験は、明らかに南シナ海の有事に展開されると予想される米空母や英空母に対して、固地による攻撃が可能であることを示し、米英にとっては脅威となるであろうと思われる。